しんみりと、坂本九さんの曲で、見上げてごらん夜の星をお願いします。Thank you.
がとうございました。次はですね、上を向いて歩こうをやってみたいと思います。皆さん一緒に歌ってください。月の夜はっていう曲 と、南国の夜、南国の夜は皆さんよく知っていらっしゃると思いますので、ぜひ一緒に歌ってください。お願いいたします。Thank you.
とうございます。全然わかんないんで耳がね難聴でね。はい、じゃあ次はですね、月の夜はっていう曲、あ、ごめんなさい、南国の夜です。お願いします。みんなこういう気持ちになったんじゃないかななんて私は思うんですけれども、そんな曲、詩がとってもね、いいんですよね。あの皆さん思い出し、昔を振り返りながら聴いてください。赤い羽の赤い羽のそうだと思ったけど、はい、どうぞ。Thank you.
それではですね、次は、春一番という曲を、キャンディーズの春一番という曲をやってみたいんですけれども、もう夏も終わりで秋になるところなんですけれども、とってもオカリナが、彼女がオカリナ吹くんですけれども、とっても音色が綺麗ですので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。先ほどもお話出たんですけれども、沖縄民謡で、灘草々っていう夏川りみさんが歌ってる歌と、わらび神、先ほどわらび神ってどこかの神様かいって話を遠藤さんから出たんですけれども、沖縄のその赤ちゃんが生まれて、幸せっていう、そういうありがたいっていうお話の歌です。続けていってみたいと思います。古いアルバム
そう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 。
静かな静かな里の秋。
白い色は恋人の色って言って、あのベッツィ&クリスっていう外人 の、 あの若い女の子が昔歌った歌なんですけれども、私この歌が大好きなんですでちょっと今回ちょっとやってみようかなと思いまして、よろしくお願いします。恋しちゃったのよ、愛
Thank you.
ございます。ね、ノリのいい曲で、ご存知の方、しかしね、ご存知の方もいらっしゃいましたね。N シナイダーの座ってないで踊ってもらっても大丈夫ですから。びっくり腰になっちゃいます。大丈夫ですよ。これ鍛えて。それでは、裸の大将で有名な、野に咲く花のようにっていう曲を今度やってみたいと思います。あ、これが、早い時間も、あっという間に1時間過ぎまして、最後の曲となります。よろしくお願いします。皆さんこの歌知ってると思うので、野に咲く花のようにって、裸の大将リンク作書ってね。それ一緒によろしくお願いします。オカリナが綺麗です。You do.